では、今回は第4回で正規分布と重要な派生分布というタイトルがついています。でここではです、ね、正規分布というです、ね、非常に重要なまず分布を勉強し、でそ,それをです、ね、いろいろと使ってです、ね、派生的に導出されるです、ね、連続分布というものを考えます。で重要なことは各分布のです、ね、姿をです、ね、目に焼き付けるということですね。 どういうふうな分布の形というのがです、ね、実は正規分布だ。どういうふうな分布がです、ね、これこれ分布だというふうに、ぜひです、ね、その姿をです、ね、焼き付けてほしいということですね。それではまず正規分布から始めます。でこの正規分布というのはもちろん連続分布です。で実際のです、ね、この分布はです、ね、こういうふうな確率密度関数というのを表すことができます。まあ、これは別にあの覚える必要が ないんですけれども、非常に重要な分,分布なのでですね、ミスト感のぜひですね、覚えたい方はぜひ覚えられたらいいと思います。で、この分布はですね、平均 μ、分散 σ 二乗というですね、そういうですね連続分布を表していますで。実際、例えば実際のですね、分布を考えた例えば平均5 分散25の正規分布とです、ね、平均5分散5のです、ね、正規分布を今考えています。で実際これをですね EVIEWS の実験でですね出してきたものがここにあります。これがですねこちらのこういう形でこう書かれているやつですね、こういう棒グラフ、ヒストグラムで書かれているのがですねこれはこのですね平均5分散25のですね正規分布ですで。もう一つここにですね 斜線で表されたヒストグラムが書かれていますけどもこれがですね実はこの55というですね平均5分散5のです、ね、正規分布を表していますで正規分布はですねこういう形でですねこういうふうなこう波線ですね X は平均5分散25のですね 非正規法をするというのをこういうふうな形でですね数学的に数式的にですね表現しますでこれはこれからしょっちゅう出てくるのでですねぜひ慣れてくださいいいでしょうかそこでまずこの性質ですねこの姿ですねをまず焼き付けるためにですねその性質をですね見てみましょうそこでより簡単にですねこれを考えるためにですねここをですねもっと連続的にですねもっとプロットの数をですね大き多くしてですね書かれたのがこのこういうふうに 連続的なです、ね、グラフでで表されたです、ね、正規分布ですこれはこの平均5分散25のです、ね、ヒストグラムで表,す表されたものをです、ね、もっと実験回数を多くしてほぼ、ね、連続的になるようにです、ねまあ、考えられた実験してプロットされたです、ね、グラフです。ですからかなりスムーズに書かれています。 そこでこでのまず性質ですけれども、性質はすぐ分かるのがですね、まあ、平均5、これはですねちょうどこの平均、この山の頂点が平均5を中心としたですね左右対称のですねグラフであるということですね、グラフになるということです。いいでしょうかですから左右対称であるということですね。そこでもう一つの特徴はですね分散が違った今、25と5というのを比較すると、ですね明らかにですね、 分散25の方はですねよりその広いこのですね「5という正規分布に比べてですね、よりその広いですね、分布になっているということですねよろしいでしょうかこれがあの非常に重要な特徴ですですからまず平均を中心とした左右対称の分布であるとそして分散が大きい方がですねよりそのが 広いといととうことですね。まずそれを理解してほしいそういう姿をしているのが正規分布であるというふうにですね覚えておいてくださいで次ですけれども次はですねこの正規分布なんですけど特殊な正規分布をですね考えますでそれがですね 実は我々がですね、教科書、春の楽器に習った標準化というのを使います。まあ、標準化というのは、新しい確率変数をですね、まあ、こういう形で、まず、もともとの確率変数から平均を引いて、それをですね、標準偏差でですね、割ったやつですね、まあ、こういうふうな新しい Z というですね、確率変数を考えるとき、ときこういうの変換のことをですね、標準化というふうに言っています。で、これはですね、教科書の54ページをもう一度チェックしておいてください。 でこういうふうにですね、標準化されたですね、Z という新しい確率変数はですね、実は、ここに書いてますようにですね、平均0分散1の正規分布をします。ですから、もともとの確率変数がですね、平均 μ、分散シグマ2乗のです、ね、正規分布をしている場合、これをこう標準化することによってですね、 平均分分散1のです、ね、正規分布にです、ね、変換されますでこれは非常に便利がいいわけですね。正規分布といってもです、ね、平均と分散がいろいろ違うわけですけど、それをです、ね、こういう形の標準化されたです、ね、正規分布にです、ね、変換することができるということですねで。それの公式はもちろんこういうふうな形で,です、ね、表すことができますで。それを実際に見てみるとです、ね、実際に実験で,です、ね、プロットしてみるとです、ね、まあ、こういうふうな形のヒストグラムができます。でそれをもっと 回数を多くすることによってですねこういうのはなですね、連続的なですね、分布を得ることができます明らかに0を中心として0が一番高いところですね左右対称のですね、正規分布になるということですねでこれ非常に重要なあの分布ですさて次はですねこの標準正規分布をですね使ってですねいろいろなです、ね、他の分布をですね派生さすつまり 作り出すすことができますその前第一にですね重要なのはこの標準正規分布をですね自乗してでそれをいくつかその確率変数をいくつか足してやるということをやりますそれを次に出てるですねこういう作り方をするわけですね Z というのは標準正規分布ですで標準正規分布をですね例えば N 個今ですねもう足し合わせ自乗したものを N 個足し合わせるとそうして新しくできたこの Y っていう分布を考えますでこれはですね こういうふうにして作られた分布というのは、実は解除分布と言います。自由度 n ですね。自由度というのは、この1から n を何個足したかということを表しているわけですけれども、それをですね、あの解除分布と言います。その形はこういうふうな形です。これは明らかにですね、正の値しか取りません。それはどうしてかといえば、確率変数を自乗してますから、マイナスの値が出た確率変数は、そうやって正になるわけですね。正の値になる。ということで、こういうふうなですね、形をします。かなりいびつな形ですね。 ですから左右対称ではなくてですね右,右に歪んでいます。右の方に長い裾のを持ったですねこういう分布になっているということですね。それをこういう形をしたのをです、ね、解事情分布といいます。作り方は標準正規分布を自乗、ね、してそれをまあ何個か足し合わせるということですね。そして作られた変数のことをですね新しく作られた確率変数の分布というのは解事分布であるということですね。でこの分布は非常に重要で後でですね解帰分析のときのです、ね 例えば、α の係数ですね、皆既係数の制約の検定に使われますで。次ですけれども、次の分布というのは、ですね標準正規分布と先ほど作ったですね、皆次乗分布をですねうまく組み合わせて作られた分布です。こういう組み合わせをします。まず分子がですね標準正規分布そのものですね。 で分布はですね、y というのが先ほど作ったですね、解除分布、それをですね、自由度で割ったやつをのルートを取ってやるということですね。ですから、これは一種の気化平均を取ってやって、それで割ったもの、そういう分布を考えましょうということです。で、こういう分布はですね、自由度 n の t 分布というふうに言われています。で、その形はですね、また、あの、 元のですね先ほどの歪んだような形ではなくてですねこういうふうなです、ね、左右対称な分布にまた変換されますあれですよね左右対称な分布だったわけですけれどもどう違うのかということですけれどもここらが違うわけですねここらのくびれがですねかなりくびれてるというですねそういう分布です先ほどのもう一度あの出しますけれども 正規分布を見れば、です、ね、ここらがかなりこう、だらーっとしたような、です、ね、ここらがそんなにくびれていないというそういう分布ですね。ところが正規分布は、ですね、こういうふうにかなりこれがこうくびれたようなですね、左右対称なんだけどくびれた分布になっているということですね。まあ、これが t 分布と言われているんです。これはですね、非常に重要で、先ほど言ったですね、回帰係数のですね、優位性、回帰係数の がですね、意味があるのか、統計的に意味があるのかどうかというときの検定に使われますので、非常に重要です。よろしいでしょうか。さらにですね、分布、先ほどの解除分布をもう少し組み合わせることによってですね、フィッシャーの F 分布というのをですね、作ることができます。それはですね、解除分布のですね比率です。で、Y1 というのが自由度 M1 のですね、 解除分布ということは標準正規分布をですね、M1 個を、まあ、足し上げたやつですね、自乗して足し上げたで、Y2 というのは標準正規分布を自乗してですね、M2 個を足したものですね、その比率を取るわけです。取った新しいですねこういう確率変数というのはですね、自由度 M1、自由度 M2 のですね、2つ自由度が出てくるわけですね、M1、M2 のですね、F 分布をするという、F 分布をします。で、これもですね、実は 皆事情分布の比率ですからまず正の値しか取りません。そして皆事情分布よりもですね、さらに右にですね、こういう形でですね、湾曲しています。ですかね、という分布ですね。よろしいでしょうか。ですから、今習ったようにですね、非常に重要な分布が、まず一番重要な分布として正規分布。そして次にですね、皆事情分布。で、皆事分布とですね、標準正規分布をですね、組み合わせて。 作ったですね T 分布そして海上分布の比率を使ったですねフィッシャーの F 分布あるいは F 分布ですねというのが非常に重要な分布ですでこれらあの4つの分布がですねほとんどこの4つの分布で全てのですね今から我々が勉強する統計学のですねで使われる分布ですさて次にですね 標本平均というものに関するですね、ちょっと実験を考えてみます。これ非常に重要な実験なんですけれども、今、ですね、こう母集団があって、母集団というのはあの元々のです、ね、我々が今から検討しようとする集団、つまり壺の中ですね、これ壺なわけですね。で壺はですね、どういうふうな確率変数からなっているかといえば、平均 μ、分散シグマ重の積分布によって作られたですね。 そういう母集団、そういう確率変数がですね、この中に入っているというふうに考えます。そういうのを正規母集団というふうに言います。正規分布化で,で。そこからですね、まずサンプルですね、を抜き取ってやります。N 個ですね。で、この N 個を取ったやつのですね、平均を計算します。まず1回目ですから、x バーの1という平均をですね、計算することができます。で、またこれを戻します。そしてまたですね、 N 個を取りますこれがサンプル2というやつですね。ですからサンプルサイズは N 個,なわけです N 個のサンプルサイズを今ずっとこう取っていっているということですね。そしてそれをまた平均を計算します。ですから2回目ですから、x バーの2というふうにこう表しています。これは事情とかそういう意味ではありません。これをですね、M 回繰り返します。そうするとですね、最終的に M 個のですね、平均値をですね、計算することができて、 でこれのヒ、ね、ストグラムを書くことができます。こういう標本平均、このヒストグラムのことをです、ね、標本平均の分布というふうに言っています。でこの分布に関してです、ね、非常に重要な2つのです、ね、定理があります。それが次に書いて、これはです、ね、教室で実験しますので、まあ、その時にですに、ね、しっかりとです、ね、あの自分であのその実験をです、ね、確認してください。そこでどういうい あれかといえばですねまず平均 μ 分散シグマの正規母集団、先ほど言ったやつですね、抽出したですね大きさ N の標本のですね標本平均 X バーというやつですね、先ほど見たに作るわけですね、これはですね、標本 μ 分散 N 分のシグマの正規分布に従うということですね。ですから、まあ、こういうふうに先ほど前に正規分布のとき勉強しまして、こういう表現をです,、ね、することができるということですね。まあ、こういう定理が整理します。ですかからら正規集団から 抽出したですね大きさ N の標本の標本平均というものはですねこういう正規分布をするんだということですね。でこれはかなり強いですよね。正規母集団から抽出したということを言っているわけです。ところが、ですねこの正規分布というのをです、ね、外すことができるわけです。いいですかね、今、標本平均 μ ですね、分散シグマ需要の非正規母集団、つまりどんな分布でもいいわけです。 れから抽出されるですね、大きさ N のですね、標本平均ですね、をやっぱり考えるわけです、確率。これのです、ね、確率分布というものはです、ね、N が大きくなるにつれてですね、実は先ほど言った結論と同じですね、平均 μ 分散 N 分のシグマ事情の正規分布というふうに読み出すことができるということですね。ですからサンプルサイズがどん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 増えていけばですね、ほとんどもう正規分布というものができす。 母集団から抽出したものだというふうに考えることができるということです。これ非常に重要な定理で、すねこれが中心極限定理と言われているやつです。でこれ実際、回帰分析で,です、ね、あの使います、まあ。少しここらはです、ね、難しいですけれども、我慢をしてです、ねまあ、理解をしてくださいで。ここらを理解できるかどうかがです、ね、実は計量経済学をです、ね、の作法を理解できるかどうかのです、ね、ポイントです。 よろしいでしょうか。それであの実験でもはですね教室でお見せしますのでぜひですね出席してください。で今日の授業はですねビデオ授業はこれで終わります。ご清聴ありがとうございます。